ご立派、社会貢献が。はい、こんばんは。始まりました火曜日の8時半、新潟フォンデリングの時間です。第64回になりました。今日もですね、隣には今度ね、女性じゃないんだけど素敵なですね、男性のゲストの方においでいただいてますが、先週、ゲストに来ていただきました大橋沙織さん、大学4年生の、素敵な、ね、女の子って言うと怒られるか、もう素敵な女性ですよね、はい、女性からご紹介いただいた今日のゲストはこの方でございます。さあ、それでは自己紹介をカメラに向かってよろしくお願いいたします。はい、はい、新潟大学の教育学部の数学科の、3年です。福田一輝と申します。趣味ですかね。趣味最近も寝るのがもう趣味って言っていいぐらいずっと寝てますね。そんな睡眠とる？睡眠とります。なんかもう本当疲れちゃって、はい、それね、何なんで疲れるの？遊びで？いや、普通になんかもう一日生きてるだけですあの、体力を使うので。それ、おじさんが言うのは分かるんだけどなんか、いやちょっとあれじゃないですか。大学生はやっぱり疲れる、はい、疲れが溜まります。バイトやら何やら。ふたくんはバイトしてる？バイトしてますね。何のバイトしてるんですか？バイト、すぐそこのサークル系で。そうなんですか、はい、そのサークル系で。はい、すぐそのサークル系で俺行くんだよなよくねえ深夜、前そう深夜さ、はい、前サークル系行ってタバコ買うとライターくれたんですよ、この箱の中に。今でもあげてます。本当？はい、1個じゃくれないよね。1個だとあげないです。1個だと、はい、何個以上だとね。カートンで買うとあげないんですよ。カートンか。もしくは常連さんにあげる。皆さんサークル系狙い目ですよ新潟大学何店なんの？そこは新潟大学南店です。南店ね、はい、新潟大学南店サークル系さんだいたい今からたくさん業者の方からゲットしてくださいね。じゃあ今のオフレコでね。はい、ということで福田君に今日いろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、新潟大学の3年生、はい、で教育学部の数学科です。数学なんですって？はい、数学科です。何、数に魅せられた？いやー、まあ数、数、うん、そうですね、数式数式に魅せられたまあ、その辺です。数学ってどういう勉強するの？そうですね、まあ、人によってちょっと違うんですけど、うん、まあ、僕は、はいはい、専門用語で解析学っていうんですけど、まあ、解析学、微分積分とかしてます。あ、ダメ、微分積分とかを、まあ、いろいろ使ってやってる感じです。はい、微分積分を使って、僕ほら数学勉強してていつも思うんだけど、はい、これ将来役に立つんだろうかとどうなんですか、今実際にその数学を勉強してて。将来使わない人の方が多いですけど、まあ、現実世界の至る所に、まあ、実は隠れてるっていう感じです。なるほどなるほど、はい、まあ、でも知らなくても生きていけるというか、はい、でも一般人は知らなくてもいいわけね。はい、まあ、要するにその専門の方々が、まあ、こう土台を築いてくれていれば、 その上に乗っかってればいいと。そうだということですね。知らなくても、まあ、一生大丈夫です。なんとかなります。まあ、そんな数学を勉強している福田さんでございますが、はい、大学の方では、はい、今なんかサークルとかやられてるんでございましょうかね。はい、そうですね、サークルは2つ入ってますね。はい、それってさ、なんかほらこうなんつうの、たくさん入るということは、はい、一生懸命出ると結構大変じゃないですか。忙しくなります、ね、忙しくなるでしょ、はい、ということは出ないことを前提にたくさん入ってるとかそういうことではない？部活とかと違うので、サークルとかだと活動自体がそもそも少ないサークルとかだったら。ああ、なるほどなるほど、はい、あと不定期のサークルだったら、お、活動が週1回とかするんじゃなくて、なんかイベントの前にやるとか、うん、集まるぞとか、その適当に集まったりする感じだったら、割と掛け持ちできます。ということは、まあ、福田君の場合には今2つということは、はい、多い方ではないというんで、そのサークル自体の活動は結構真面目にやってるわけですな。はいはい、1つは、うん、ジョイフリーという名前のサークルなんですけど、うん、なんか聞くからに楽しそうですね。まあ、そうなんですね、うん、まあ、うん、図書館、新潟大学図書館、今年、はいはい、新しくなった、ニュースになったもんね。そうですね、その新しくなったこのきっかけに、うん、なんかその学生と、まあ、うん、図書館さんで連携して何か、意見交換しながら図書館を良くしていったらいいねっていうことで、うん、まあ、新しくできたサークルに入ってますね。図書館の付属です。図書館付属、はい、まあ、図書館と、まあ、連携をしてると言った方がいいのかな。そうですね、うん、連携して。でも図書館とさ、はい、やるイベントって何？
そうですね、まあいろいろ図書館が新しくなって、うん、勉強とか本以外に、うん、プレゼンエリアっていうのができたり、プレゼンテーションエリアがあるんですか。はい、そのプレゼンテーションとか、そのディスカッションしたりするエリアがあったり、はい、あとはそのライブラリーホールって言って、その発表用のホールができたり、すごいね、発表用のだったりとか、なんかまあ多目的であって、そうですね、まあ多目的をまあ目指した、うん、形ですね。ああ、それでもやっぱり利用はしやすくなりました。はい、そうですね。特に広くなったので、あとその静かに勉強するエリアと、うん、そのなんだ、まあ喋りながらであったり、そのするエリアも分かれたので、なるほど、分かれたというか、言ってたみたいな和気あいあい広くある。はい。図書館でプレゼンテーションか、僕らの図書館のイメージから全然想像できないけどそうですね、まあ、うん、勉強するだけの空間ではないっていう形で。なるほど。では、その図書館でね、いろいろこう関わってられるということで、はい、まず最初のお写真から見ていきましょう、はい、せーの、ドンときましたが、はい、これは なんかみんなかしこまってますけど、そうですね、これ何ですか。この写真はですね、はいはいはい、図書館が新しくなった時に、うんうん、その初日にオープニングセレモニーがあったんですけど、はい、来賓の方々を僕らで案内したんですね、あの図書館の中で。これは、その写真の、そうですね、写真でいうと左側ですね、はい、に、みんな向いてる方に、はい、テープカットをしているのを見てて、この後案内する、そのホスト役を、要するにそのサークルが、そうです、そうです、はい、ね、中にいるみんなで、あ、役割分担をしてということなんですね、はい、すごいな。いや、みんななんかかしこまってるからね、びっくりしてるんですけどこれが、はい、かしこまった関係ですね。はい、案内している最中ですね、うん、このエリアはどういうエリアですっていうのを説明している。うちわ持ってる人なんですかねあれ、うちわじゃないのか。うちわなんですけど、うん、なんて言ったらいいんだろう、なんかこっちグループで分かれて案内したので、うん、何人もいた、何十人もいたので、ああ、200人ぐらいいたんですかね。なので、グループさんの方はこちらみたいな、なんかそういう、なるほど、案内あったです。これ大事だよね。はい、結構さ、お偉いさんってさ、はい、勝手気ままに、そうなんですよ。自分の見たいところにどんどん行ってしまわれるので、こちらですって、こちらですと案内の方です。なんか紐つけといてもいいような気がするんだけど、やっぱ大変だったでしょ、はい、そういう意味では。ね。いや、こんな役割を担いながらそのサークル活動をしてるわけですが、はい、あ、これがメンバーですね。そうですね、メンバー、うん、はい、今の1年生はまだいないんですけど、うん、その時案内したメンバーの、へえ、あ、女の子多いね。そうですね、女性の多いですかね、多分女性の多いですね。そうですね、いいですね、はい、で今どうですか、何人ぐらいいられるんですか今は。ですね、今は 1,2,3,4 合わせて30人ちょっとかな、割と少ないですよ、サークルにしては。うん、で、基本的に僕はイメージとしてね、図書館と連携って言ったらさ、はい、なんかみんなで本をね、好きな本を出してとかさ、はい、そういうんじゃなくて、もっと図書館を利用してもらうための、ね、まあ、いろんなイベントを企画したりとか、はい、知ってもらうためのそういう役割をサークルになってます。すごいですね、はい、まあ、図書館と関係ないイベントも、うん、まあ、普通のサークルとしても活動してます、うん、あ、そうなんだ、そうなんだ、はい、じゃあそれぴったりではなくて、はい、いろいろな形でそのイベントを企画したり運営したりすることをやっていて、はい、ね、いや、いいね、楽しそうですね、ね、そうですね、うん、まあ、なんだかんだ楽しい、ね、実際にさ、図書館関係だとどんなイベントやったんですか。はい、そうですね、うん、図書館関係だと今ちょっといろんな大学でなんか本を紹介しようっていう、うん、はいはいはい、自分の勧め本を紹介しようっていう企画をやってて、うんうん、それをうちの大学でもやり始めたので、うん、それ の主催とか司会進行とかをやったりとか、はい、そうすると、まあ、いろんな大学が来る、それ県内だけじゃなくて全国から、いや、各大学でとりあえず、やったりとか、あと、うん、そうですね、いろんなところが集まってやるときもあるし、うん、あ、なるほどね、新潟大学内でやるときもあります。ああ、なるほど。福田君がその図書館のイベント、はい、いろいろね、まあ、多岐にわたってこうやりながらやってるって言うんだけど、実際その図書館のイベントで、まあ、どんなことをやってきたかというあたりをちょっとお聞かせいただければと思うんですが、はい、じゃ写真、あ、写真、はい、せよ、ど、あ、これ、はい、そうですね、これはですね、はいはい、4月に、うん、1年生入って、新入生入ってきますよね、はい、うん、右も左も分からないということで、おうおう、先輩たちと仲良く喋っていろいろ大学のことを知ろうっていうことで、 はい、おしゃべりをしようという企画でした。単位とか、その、あ、授業どうやって組んだらいいかとか、へえ、こんなのがあるんだ、こういう授業を取った方がいいよとか、その必修がどれかとかも分からない子もいると思うので、うん、お話を、まあ、こうやってみんなで
僕らの時こんなんなかったな。ない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 。まあ、うん、割と新しめの試みというか。いいですね、はい、やっぱり先輩との接点が入学したばっかりの時なくて。そうですよね、うん、なかなかそういうの部活とか入らないとない、ないんですよ、はい、で、右往左往してさ、結局あの授業の取り方間違えたりとか教務部がちゃんと教えてくれなかったりとか ね、 ねこれだといいね、安心できますね、はい、で、それを図書館でやろうっていう、図書館の新しくできたあの話せるスペースを使ってでやろうということで、図書館のイベントとして、お、はい、役に立ってるね。はい、やらせていただきました、ね、素晴らしいですね、こういうちゃんとそうです、ね、世のため人のためになる、まあ、でも楽しい、楽しくいろいろ話して、うん、まあ、盛り上がったといえば盛り上がる。そうだよね、これはやっぱり相互にとっていいですよね。そうですね、うん、こっちも新入生と話せて楽しいし、うん、向こうも安心すると思うので。これはマンツーマンでこう、はい、そうですね、これこの写真はですね、うん、こちらのそのカウンターがですね、なんかアドバイザー席といって、はい、その図書館のパソコンとか、はいはい、あの資料の検索とか、うん、まあ、いろんなことわからないこととかをその、毎日平日そこに人がいてですね、うん、我々のサークルで一人いて、まあ、アドバイザーとして勤務して、まあ、通常の業務ですね。おお、はい、で、はい、相談に。これもサークルの活動。そうですね、まあ、サークルのメンバーで、あの図書館から依頼されてやってるやつで、図書館の方に聞くより学生に聞いた方が分かりやすいだろうとか聞きやすいだろうってことで学生がやったらっていう。正解正解正解、はい、話になります。絶対いいですよね、はい、次のお写真出てきましたが、こちらの写真はテッドっていうと、みんなでこれであれだ、あの熊の映画を見る鑑賞会かなんかだ。まあ、そうですね、言われるとっていうか、まあ、よく言われるし、僕も最初はそう思ってたんですけど、まあ、有名な映画ありますよね。ありますあります、コテコテでしたね、はい、今の映画。まあそうな、うん、そう言われると思いきや、まあ、これなテッド何の略だかちょっと僕も忘れちゃったんですけど、うん、あのなんか外国 の、 その有名 な、 なんかプレゼンの動画があったりして、はいはいはい、その結構有名な人とかが自分のなんかこう論を、うん、なんかプレゼンテーションするっていうのがアップされてて、はい、でその動画を見て、そのプレゼンテーションは何を伝えたかったのかっていうのを、プレゼンテーションするっていう、プレゼンテーションのプレゼンっていうのを練習する、プレゼンの練習、プレゼンの練習のためのそういう、はい、こういうカリキュラムっていうかシステムがあるんだ、はい、へえ、それをその図書館にプレゼンエリアっていうのがあって、はいはいはい、そこで、うん、あのやろうということで、プレゼンテーションする力って今結構、はいはいはい、社会で求められてるなんていろんなところで聞く話じゃないですか、うんうん、まあなのでその練習ということで、 すごいなあ、あの学校大学の授業でプレゼンすることってあまりゼミとかじゃない限りないですね、ないですよね、うん、なのでその練習の機会にしようっていうことで、はい、素晴らしいね、はい、次のお写真出てきましたら、はい、こちらがさっきのテッドの、はい、初回ですね、確かこれは。あ、初回、はい、あちらに立ってらっしゃる方が顧問の、うん、顧問の先生方で、うん、その先生が、説明というか、うん、こういうことをやるんだよっていうのと、ということをプレゼンテーションがなぜ大事なのかっていうのをプレゼンテーションしてらっしゃいました。なるほど、まあ、つまりガイダンスをやってるんだけど、はい、そうですね、なんとなくこうなんかみんな真剣なんだけどさ、はい、この参加者の人たち、そうですね、うん、やっぱこれはやっぱプレゼン力がこの先生が高いということなんでしょうかね。はい、そういうなんていうんですかね、大学の教育を研究してらっしゃる先生なので、偉い方なんだ、はい、だからあれなんだ、パンタロンが上から下まで同じ幅なんだ。あ、そういうことと違ってちょっとね、さあ、それではこれは今度はプレゼンではないですよね。そうです、そうですね、こちらの写真は、うん、中央にはい、いらっしゃるのが図書館の館長さん、うん、お、まあ、図書館さんに対して学生が意見を言おうっていうことで、え、そんな場所を設けてくれるの新潟大学は。そうですね、あの館長と語ろうっていう会ですね、これは、はい、これもそのイベントの一環として。そうです、これはもうこれは図書館さんが、話を出していただいて、うん、図書館さんから言われて、僕らで、企画した。なるほど、はい、自由に館長さんに、いや、図書館の職員、あの館長さんに、はい、の隣に座ってらっしゃる、うん、方が、はい、図書館の役員 の、 役員の、我々と常に連絡取ってくれてる方なので、あ、コーディネーターみたいな、はい、そうですそうです、ね、なのでその方々と、まあ、お話をして、へ、うん、これ1回目の写真なんですけど、はいはいはい、2回目も、つい最近、はい、実施したので。すごいですね、開かれてますね、はい、ねえ、館長さん、教授なので、はいはいはい、工学部の教授なので、普段は工学部
というので館長さんも知らないこといっぱいあるんですよ図書館。なるほど、はい、そういうことなんだ、はい、ということはやっぱり共にあの図書館を良くしていこうっていうそのステップを今こう、そうですね、どん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 こう歩んでるって形なんですね、はい、これはちょっとあの周りにおられる方がですね、はい、私から見るとなんかあの、ね、極端に若くなったというか、まあ極端ではねえか、これ高校生でしょ。そうですね、高校生ですね、うん、この写真はですね、うん、オープンキャンパスの時に、うん、まあ、大学生活、あの今度ポロシャツ着てらっしゃるのが、はいはい、うちのサークルの、あ、こっち側のね、はい、メンバー側なので、はい、あの大学生活や、まあ、信頼について、うん、高校生に、信頼ってこういうところだよっていうのを話したり。なるほど、はい、でもやっぱり高校生も真剣になって聞くでしょ、先輩の話っていうか。そうですね、はい、ね、いや、これもまた頑張ってるね。そうですね。ね、そのフリーでさ、なんか俺、はい、ジョイフリーっていうから、はい、楽しくべーってやってますね、はい。ここまた出てきましたけど、はい、これはでもほら、ボルダリング、はい、だからでもプレゼンしてますよね。そうですね。これは、うん、これもオープンキャンパスなので、彼が探検部に、はい、入っているので。あのはい、ね、あのいくつか入ってる中での、ね、同じサークルの中で探検部にまた入ってると、はい、うん、でそれでその僕は大学でこういうことやってるよっていうのを高校生にプレゼンしたりして、はあ、その一部ですね。なるほどね、はい、すごいですね。これはまたあれですね、はい、集合写真ですけど、そうですね、これオープンキャンパスの時の集合写真ですね、はい、うん、はい、真ん中に寝っ転がってるのが代表、代表この企画の代表。ああなるほど、はい、いいね、こういう仲間たちとその図書館というあの、はい、本を通じてっていうよりは今場所を通してっていう感じですよ ね、 すね、はい、図書館という新たなその新潟大学のシンボルとなるスペースを通じて、ね、いろんなことを組み立ててると、はい、はい、あの図書館っていうとやっぱり勉強するだけの空間とか、うん、本を借りるところっていうイメージがあると思うんですけど、うん、そういうのではなく交流の場とか、はい、もうなんか僕らの時とは違うな。そうですね、うん、いろんなあの多目的な場所として活用していただけたらなと思います、うん、俺見学行こう。中に入るのは新大生は学生証でカードキーで入れるんですけど、うん、まあ、それ以外の方はあのカウンター通せば誰でも入れるんだ、はい、高校生とかよく受験勉強とかしに、お、はい、へ、いらっしゃってますね。高校生多いですね特に。あ、そう、はい、あ、本当開かれた図書館ですね。そうですね、すごいね。さあ、続いてのお写真が出てまいりましたが、はい、ここは何あの、何座所、あの、はい、この文字は何でございましょうか。文字ですか、うん、画面に出てます、うん、画面に出てる、あれはビブリオバトルと。で、それで、何をやってるかというと、うん、あの本、自分のおすすめ本を紹介しようという企画で、お、ようやくなんかあれですね、あの図書館サークルらしくなってきました。うん、はい、自分のおすすめの本を紹介をするというこういう集まりがあって、はい、はいはいはい、でそれで、うん、この時はですね、うん、4人かな紹介したんですけど、はい、まあ、自分のおすすめの本を1人5分ぐらいで紹介するっていう、うん、で、その他に参加者がいらっしゃって、うん、でみんなで最後投票して一番面白かった人に図書カードプレゼントっていう、面白かったがつく、はい、面白かった人とか一番この人の場紹介した本を読みたいって思った本を、うん、本に投票して、で、うん、図書カードをいただくと。素晴らしい。これもなんかプレゼンテーションですよね。まあ、そうですね、一種のプレゼンテーションですね。なんか心に残ったさ、はい、このありますビビリオバトル。そうですね、この本のプレゼンすごかったぜみたいな。そうですね、一番、うん、この時優勝した人なんですけど、うん、就活っていう小説ご存知です。就活、終わりの活動のやつじゃなくて就職活動、就職活動の本のね、はい、就活、まあ、カタカナなんですけど、うん、本のタイトルは、うん、就活っていう本を、うん、就活終わったばっかりの4年生が紹介してくれて、うん、でそのなんか就活で、うん、この本を最初に読んだのは高校生の時で、うん、その時読んだ時は小説として楽しいんだけど、就活が終わってみたらまた新たな発見があったとか、なんかそういうことを、はい、聞いて、うん、なんか就活なんか終えたよ、来年じゃん、来年じゃないですか、はい、そうなんですけどね。はい、ちょっと今のうちから読みますか。読んでおいて。そうですね、うん、今回優勝した本は、うん、新潟大学図書館で購入ということで。あ、はい、へえ、あ、それもでも面白いシステムですね、はい、こういうのを通じてやっぱりね、こうみんなが読みたくなるような本は入れとこうという、はい、そうですそうです。なので図書館にない本でも、まあ、紹介していいということで、いいシステムですなこれ。そうですね、こちらの写真が、うん、その先ほど言った就活を紹介していらっしゃる方ですね。この方がその就活を、はい、へえ、
あなたのおかげで、ね、信頼の図書館には就活が入りました。こちらが、はい、私ですね、はい、この時はどんな本をおすすめになったんでございましょうか。はい、僕数学家なので、うん、博士の愛した数式、あ、映画になったやつ、ね、はい、そうですね、映画化されたやつですね、博士の愛した数学、そう、博士の愛した数式という本を、数式ね、はい、紹介しました。はいはいはい、はい、これをどんな風にプレゼンしたの。そうですね、僕がこの本を最初に読んだのは中学校1年か2年生だったんですけど、はい、その時ってやっぱり高校の数学とか習ってないので、うん、知らないこともいっぱいあったんですけど、それでも面白いって感じたんですね。すごい。高校数学終わって、うん、で大学で数学入って最近もう一回読んでみたら、うん、なんか、あ、これそういうことだったのかとか、あ、なるほど、はい、まあ、誰でも読めるように書いてあるんですけど、うん、それがこうなんかより分かるようになったというか、あ、面白みがあったなと思って。つまりあれだね、いい本っていうのは、はい、何度読み直してもその都度新しい発見がある本なんだ。そうですね、はい、その時の自分のスタンスというか、なんか、なるほど、はい、自分次第なのですごい、こんな活動をずっとして真面目な話しか聞いてないんだけどさ、はい、でもあれでしょ、飲み会とかするでしょ。します、します、するでしょ。遊びます、遊びます。何して遊ぶのかっていうのがね、はい、ちょっと話を聞きたいんですけど、はい、お、はい、こちらは、もう一つ入ってる方のサークルで、うん、もう一つ入ってるサークルって何のサークルなんですか、はい、俺聞くの忘れちゃったんですけど。そうですね、こちらのサークルは、うん、リバティっていう名前で、まあ、名前からしてちょっと自由なサークルなんですけど、入ってますね、なんかね、うん、一応名目上缶蹴りサークル、はい、なんか大学内で缶蹴りをしようっていう、うん、ちょっとね、あのさ、はい、いや、やるにも程があるっていうかさ大学の中で缶蹴りするんですか。そうですね、あの大学広いじゃないですか、うん、なのでその広い大学内を全域で缶蹴りしようという、ちょっと待ってください、激しい試み、あの信頼のキャンパスを全域使って缶蹴りする、はい、まあそうです、まあだ、まあ、全域といってもエリアは絞りますけど、でもそれでもまあ相当広いところを使って、広い広い、でもそんなさ、はい、関係に大学生か関係に集まります、人集まります、集まります、え、そうそう、全然集まります。え、今何ぐらいいるんですか。そうですね、うちのサークルは、僕らの代から始まったサークルなんですけど、創始者、そうですね、創始者、はい、初代ですね、うちの初代ですね、はい、はい、なんですけど今僕3年生で、1、2、3年生合わせて80人くらいいるっていう、はい、最初10人くらいだったのに気づけばもうこんな大状態になってしまう。缶蹴りに80人集まるって新潟大学ってどうなんだろう。まあ、まあ、いっぺんには参加しませんけど、うん、まあ、まあね、そうトータルですごい、はい、まあでも最近は缶蹴り してなくて、うん、それ以外のイベントの方をイベントの方ね、はい、3年生で、うん、旅行に行きました。はあ、知らなかった。そうですね、草津温泉に行った時に白根さんの途中寄って、うん、いやー大変でしたね。でも楽しかったですか。楽しかったですね。まあ、温泉に、あ、はい、あ、ちょっとあのね、ここ今出てますけど、はい、ね、大学生がさ、なんで桜井に泊まるわけ、ね、そうです、ホテル桜井ご存知です。いやいや、知ってますよ、はい、草津温泉の有名な、はいはい、ホテルですね。もう門構えがガーッと入っていくと、はい、皆さんもぜひ一度何それ、はい、なんかもらってきたな、なんか、いやいや桜井高いでしょ、はい、いやでも交通費も入れてそんなでもなかったですね。あ、そう、一泊で品木さんとか行って、うん、いい企画してくれたやつがそういうの上手で安く行けたんですよ。今度そういうのあったら教えていや行く行く、はい、いやでもいいな、こういう楽しい旅行もしながら親睦を深める、はい、でまたこんなやって親睦も深める。そうですね、こちら見た通り、うん、これは関係理サークルの集まりで、はい、飲み会ですね。飲み会ですね、やっぱり学生といえばこれ、これですよ、待ってたの飲み会ですねまあこういう風に飲んでないとやってらんないんで、そうそう、はい、待ってたのはこの写真ですよ。でこの飲みは確か、みんなの就活が解禁になったんで12月のために飲んだんですけど、うん、就活頑張ろうぜ飲みです。頑張ろうぜ、はい、これはその集大成の写真ですな。あ、違うと思いきやこれはサークルの方たちでしょ。いや違います。え、これはあのサークル関係ないんですけど、ちょっと紹介させていただいたのは、はいはいはい、なんか僕の高校の友達がなんか違う大学に行ってるんですけど、なんかそいつが入ってるサークルで、うん、なんかみんなの友達のところに訪問しようとかいう試みをしてたらしく、そういう企画を立てて、はい、行こうぜってなってみんなドライブして、うん、なんかでそれでたまたまその俺の友達が新潟いるよっつって、うん、なんかじゃあお前のとこ今から行くからって言って、それで来たわけ。急に来て、朝急に電話来て、うん、昼頃来て、うん、でなんか写真撮って帰りました。でその時の写真でなんかみんな変なポーズしてるのが、はいはいはい、してるしてる、なんか後ろのあの統一性のないですね、はい、なんか
点でバラバラな。なんかあのローソンは新潟ユニバーシティって書いてある、うん、その新潟ユニバーシティの文字を表現しようとか言って無理で、はい、って言ってグダグダになったっていう。ああそうなんだ。はい、なんかみんなが俺なんかほとんどだから知らないやつなんですよ。あそのあの中で俺の友達は一人あのただなんかそういう面白いことをやっているので、うちのサークルでもやりたいなっていう。あそう。いや面白くないですか。いや面白いけど、でも正直その瞬間はいやありがた迷惑じゃなかったな。え何しに来たの。電話で来て、え来るのって言って。うん、まあ来年はもう4年生になるんだけど、はい、その先としてはすぐ就職。いや僕は大学院に行きますね。院に行ってもっとあれだね、なんかどっぷりとなんかガリレオのような世界に入ってくるね。そうですね、まあ、その数学の研究ができればいいなとは思ってます。興味深いとか言いながらこうやるわけですな。そうですね、じっくり、いずれやはりねこう自立をして、ね、はい、社会に出ていく時が来ると思うんですが、はい、福田さんは将来ですねこんな風な大人になりたいな。そうですね、うん、まあ、何でもそうですね、まあ、今、まあ、数学やってるっていうのもあるんですけど、はい、何でもいろんな社会の物事に疑問を持つようにしていきたいなと思います。あの、うん、数学の本読んでて最近勉強になったなって思うのは、うん、その本に書いてあるから正しいんだとか誰かが言ったからそうだっていうんじゃなくて、うん、なんで本当にそうなのかっていうのまできちんと考えて自分の中で納得のいく、なるほどなるほど、はい、あの説明というかそういうのがないとあのやっぱりあの数学だけじゃなくて実世界でもそのなんか理由付けっていうかちゃんと理論の上に成り立っていって、はい、で、うん、そうですね、そういうのがないとダメなのかなと思って、何事もその正しいと思って見るんじゃなくて疑問を持って懐疑的に見て、はい、そうですね、これ本当に正しいのかどうか、まあ、正しいんだったらじゃあなんで正しいのかとかそれを確認をするというね。そうですね、理論的なふうに物事を見ていけたらいいなっていうふうに、うん、深いな。俺ねそれがないからダメなんだよ。今年、はい、何かそのサークルの方で今年これだけはやりたいなとかいうのありますか。そうですね、4月になりますと、まあ、新潟大学新入生が入ってきますね。で入ってきたらですね、新入生サポートというのをやります。はい、図書館のそのラーニングコモンズというところで、はい、履修やら大学生活やら、うんうん、その他もろもろについて、先輩たちが、サポートしますと、うん、はい、なのでぜひぜひ新入生の方々もし新潟大学に、まあ、これ入試はこれからなんですけれども、もし新潟大学に入学したら、ぜひぜひ、こちらにも顔を出してみてください。はい、そこへ顔を出すと約束すると受かりますよ。そのことないか。いやでもね本当に頑張ってください。はい、ね、いやもう今日ねいろんな活動を聞いて図書館のことがよく分かりました。新潟大学の図書館の雰囲気とか、はい、だからその今のありさまっていうのがすごくよく分かって本当によかったと思います。はい、ありがとうございました。ぜひぜひ、はい、うん、図書館活用してください。ありがとうございます。さあそれでは次週のお友達をですね、はい、ここでご紹介いただければと思うんですが、はい、次週来ていただけるゲストの方は一体どなたでございましょうか。はい、はい、次週来ていただくのは、その僕 の, その同じサークルに入っている、一個上の先輩で、はい、戸田良平さんという方にお願いしてします。戸田さん、はい、来週戸田さん待ってますよ、はい、来てくださいね。戸田さんは一個上でもう、はい、あのじゃあ就職活動も終わってっていうことですかね。留学をしていたので卒業が僕らと同じになるので、うん、今就活中ですね。ね、新潟大学の学生もなんか留学してる人多いよね。はい、1年間彼は韓国、中国かな、うん、の方に留学してたので。なるほど、そうすると学年はまあ一つ、ね、はい、そうですね、どうしても下がっちゃいますよね今のあれだとね、はい、まあでもその、ね、はい、留学の話とか聞けると思います。聞きましたね、なんか随分コアなその国の話が聞けるかもしれないですね。お楽しみに。わかりました、ありがとうございます。はい、今日本当どうもありがとうございました。いえいえ、うん、こちらも30分あっという間でしたが、はい、いろいろ本当にあの勉強になりました。いえいえ、ね、これからは夜の街を歩くときは懐疑的に歩くことにさせていただきたいと思いますが、そんなことで、30分お送りしましたが新潟ワンデリング、じゃあこの辺でお別れということで、そしたら、再びあの真ん中のカメラに向かってですね、そしたらさよならで終わりたいと思います。はい、それじゃあ皆さんまた来週、さよなら。